アリー・スイースター・ニー、サイード・アリー・フサイニー・スイースター・ニー、1930年8月4日、マイナスはシーア派12イマーム派のこういうラマーで、ダイアー・ヤトラー、マルジャーイコール・タクリード、イラク戦争後のイラク政治に関わる重要人物である。日本語の報道では、拡張音を適当に伸縮して、シスタニシ、氏、シスターニー氏、シスタニー氏、シスターニー氏などと表記される。 アリー・スイースターニーは、イラン・マシュハドのウマー家系に生まれた。祖父は、ナジャフで学んだ、巧妙な学者で、アリーの名も、祖父から取られた。この一族は出自を、イラン東南部スイースターに持ち、ニスバにスイースターニーを取る。アリー・スイースターニーは、幼少から、宗教教育を受け、はじめマシュハドで学び、後にシーア派聖地である、中部イランのゴムへ移った。数年後には、 イラクのナジャフに出て、ダイアーヤトゥルラン・アブルカーシム・フーイの下で学んでる。以降スイースターニーは、ナジャフに今日定め、1960年代史のフーイから、ムジュタヒドとして認められると、スイースターニー家は、ナジャフのコミュニティの名家の一員となった。スイースターニーに対するフーイの影響は有名であり、特に、ブラマーとして政治から距離を置く風ーの心情を引き継ぎ、 ルーホンラーホメイニーと比較すると、より伝統的静寂主義の列に連なるものと言えよう。こうした姿勢はイラクを支配し、統治体制維持のためにシーア派住民に対する抑圧、シーア派指導者への迫害で知られたバース島の宙を、反らせるのに役立った。しかしこのようなスイースターニーの非政治的経歴にも、かかわらず、イラクにおける恋シーア派ウラマーの一人として、 たびたびバーストによる干渉を受け、例えば湾岸戦争直後の1991年のシーア派反乱の際には収監されている。また1990年代には数回にわたって暗殺の標的ともなった。1992年、フイが亡くなるとスイスターニーは同輩の認知による通常の手続きに従って大アーヤトゥラーに昇格した。 広く数件を受けた死の葬儀にあたっては同志を務めて、フ意の後継者の立場を象徴的な形で強化し、フ意の築き上げたネットワークを引き継ぐことになった。その後の大アイアトゥラー・ムハンマド・ムハンマド・サーディク、アイコール・サドルラ・ライラク在住の公有ラマーらの死去により、イラクにおいて他に軍を抜くシーアハウラマーと名行く。スイースターニーは、ナジャフの中心的アイアトゥルラーとして、 数百万ドルに及ぶ資金を管理し、これを宗教学校の振興、社会福祉事業に投じている。バーストーによる迫害で、多くのシーアハウラマーラが殺害されてゆく中で、生命を保ったものの、スイースターニーのモスクは1994年に閉鎖され、アメリカの信仰によるバーストー政権の崩壊まで再開されることはなかった。この時以降、スイースターニーは、 ナジャフの自宅に一人引きこもったが、これは迫害への抗議、あるいはバース等による自宅監禁令によるものと見られている。イント遁ンによる連絡の取りにくさにもかかわらず、弟子のカイウラマーラを通じて、スイースターニーはイラクのシーア派住民の間に広範な影響力を維持しており、現在のイラク政治において表面には立ち現れないものの重要な役割を演じている。 憲法制定プロセスにおける住民投票への参加を全シーア派住民、特に女性に対してメイズルファトワーの発出、スンナ派集団の暴力に対する報復を禁止することなどと引き換えに連合国暫定当局によるシーア派に対する情報を余儀なくさせたことなどが知られている。2004年8月初め、スイスターニーは 年内の心臓病の悪化による深刻な健康不安のためにロンドンに赴いて治療を受けている。今日定めて以来、ナジャフを離れたのはこれが初めてであり、健康問題の深刻さを示すものである。しかし、8月25日にはイマームアリーの性病のあるナジャフにおけるアメリカ海体とムクタダー・アサドルのマフディー軍の間での衝突調停と合意中解のために、 ロンドンからナジャフに戻っている。2003年のアメリカ合衆国のイラク侵攻以来、スイースターニーは、以前に増して、イラクにおける政治的役割を果たすようになっており、西側主要メディアでは一般に、イラク戦争後のイラクの最も政治的影響力を持つ人物としている。2003年の侵攻直前、占領軍に対し抵抗しないよう呼びかける。 イラクシーアハ最高指導者として発出したファトワーは、連合軍の速やかな勝ち達成を、側面から援助したものと言える。2004年、スイースターニーの弟子で当時42歳で、民兵組織マフディー軍の指導者、ムクタダーサドルがその名を高め、スイースターニーの潜在的ライバルとまで呼ばれるようになる。ムクタダーサドルは、スイースターニーが国外療養中に、 生徒ナジャフの制圧を加がてるが、スイースターニーは帰国、復帰すると同時に、ナジャフの街路に支持者を組織して、権力を誇示、ムクタダー・サドルは、ナジャフを退出した。これに関しては、スイースターニーの支持者には富裕層が多く、ムクタダー・サドルの支持者には、マフリー軍の兵力供給源となっている都市、貧困層が多いという社会的基盤について、改装祭が重要であると指摘される。 2003年以降、スイース・ターニーは政治的行動性を増し、代表者を通じて運動を行っているが、これはムクタダー・アサドルの対等に対する反応とも解釈されており、すなわち、イラク社会の悪化する状況に対する反応でもある。アメリカの占領開始直後、スイース・ターニーはシーア・ハウラマーに対し政治に関与しないよう呼びかけるファトワーを発出した。 しかしながら2003年夏に近づくにつれ、直接ではなく、常に代表を通じてではあるが、政治への関与を深め、憲法制定議会の形成、後には、移行政権成立のための直接選挙を呼びかける。これはシーア派が、イラク人口の約60%を占めていることを背景とした、イラク政府におけるシーア派優位の確立を目指したものとされている。その後スイースターニーは、 アメリカの計画について、イラク政府が十分に民主的ではないとして批判している。2005年1月の選挙では、スイースターニーの布告と判定はシーア派住民の選挙参加への宗教的支持を与えるものであった。2004年10月1日の声明では、人々は選挙を重要な問題と認識すべきであって、自由かつ公正にすべてのイラク人が参加することを望む。 としているこれは、選挙による民主主義について、権力が人民に由来しており、神に損する主権を踏みにじる、ヒースラーーム的なるものだとの主張に対し、シーア派住民には投票すべき宗教的な義務があると示すものであった。選挙の結果、自身が影響力を持つイラクイスラム革命最高評議会を中核とする統一イラク同盟が政権を獲得した。また、 バグダード南方のスンナ派が、支配的な地域、市の三角地帯の名で知られるで、向上的となったスンナ派、サラフィー主義者による攻撃に対し、シーア派は応戦しないようにとも論じている。このような非暴力の強調により、2005年のノーベル、平和賞候補ともなった。2006年3月16日、スイースターニーは、自身のアラビア語版ウェブサイトで発出したファトワーに、 について、同性愛者団体などから非難を受けた。これは、男性、女性とも、同性愛は禁じられており、同性愛者は、想定される限りで、最悪の方法で殺されるべきと断ずるものであった。これについては、同性愛者を標的とした一連の殺人事件の、後に、ウェブサイトから削除された。これについては、イラクにおける、同性愛者の権利及びイスラーム教徒による性的。 マイノリー迫害を参照。スイースターニーは、ダイアーヤトゥルダー・アブルカーシム・風ー,ーを継いで、法学者の統治、ウィラー・ヤトゥル・ファキー・フロンの受け入れを、限定的なものに留める立場でる。自身のウェブサイトでは次のように言う。スイースターニーは、イラクのシーア・ハウラーマーが、政治の枠外に身を置くことを支持しており、ダイアーヤトゥルダー・ムハンマド・タキー・ムダッリ・スイーラの、 イラク在住公有ラマーともに比較的恩恵なイスラーム解釈を支持している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。